それでは参りましょう。本日のメインステージはこちらの方です。
さあ本日のゲストは小野リカルド凛太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。リカルドさんはあれですね、中越ステージで、はい、そうですね、はい、はい、一回出ましたが、はい、そうですね、はい、昇格っていうことかな、これはそうですね、中越ステージからメインステージに昇格。やったリカルドが中越ステージじゃ終わっちゃダメなんじゃないですかそう、最終回にして初の昇格が、ね、ありましたけども、ギター歴となるとどのぐらいになるんですか。大体15年くらいですかね。15年、はい、どうですかリカルド君のギターっていうのは。まあ見てる人はいかにも簡単に弾いてそうな感じなんか見えません。そうですね、はい、本当に簡単です。中越君目線だからじゃないの。余裕が感じるっていうか、ね、実際どうですかそんな感じで。実際ですか、はい、あの白鳥と一緒で、はいはい、必死です白鳥どのぐらいの年でこうギターに入っていったっていうのは。中学校3年生でしたね、はいはいはい。じゃあきっかけっていうのは何だったんですか。オジオズボーンっていうの。オジオズボーン、はい、の、まあ、ライブ映像をあるとこから入手して、はい、でそれを見てたら、うん、なんかそのギターの音がすごいかっこよくて、はい、で俺はこれやるしかないって。ギターってか音楽経験とかそういうのは。中学校2年生くらいの時から音楽をこう、ま、僕野球部だったんですけど、はいはいはい、野球部だったんですか。ちょっと想像できないですね、はい、よく言われる。ポジションはどこだったんですか。ポジションキャッチャーです。キャッチャーすげえすげえ。で、まあ、冬とか練習が、まあ、軽く、ね、うん、走ったりするんで、うん、で、まあ、カラオケ行ったりしたんですよ、うんうん、そしたら音楽っていいじゃんってなって、はいはいはい、でいろいろ漁ってったら、はい、ヘビメタルに行き着いて、はい、で、うん、でギターやろうと思ったのはそのやっぱオジオズボン。へえ。僕もだから中学校の時に初めて、中高校かようやくそのギターですけど、はい、でもとてもじゃないけどやっぱり自分で弾ける世界ではないと思ってたんで、はい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 、あんなものはって思ってましたんで、でもそこをやっぱりどん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 自分でハマっていっちゃった。そうですね。あの1年経つごとに何でしょう、こうやっぱヘビーメタルって言って、はいはい、で次になんかデスメタルとか、うん、プログレッシブメタルとか、はいはいはい、もうどんどんテクニックの極みに行って、はい、結果的に、うん、まあ、フュージョンとかに行って、はい、そしたらジャズとかにやっぱり行き着いて、はい、でだから今に至る。すごい。だからマルチですもんね、はい、何でも弾ける。もうボサノバから何からでね。そうですね、ガンガン行けちゃうという。中越君はどうですか。最初音楽との出会いって何だったんですか。音楽との出会いですか。一番最初小学校の高学年の時ですかね、うんうん、あの洋楽なんですけれども、うんうん、カルチャークラブって知ってます。はいはいはい、はいはい、80年代のね、あれのカーマカメレオンを聞いた、はい、聞いた時にですね、ボーイジョージね、はい、はい、うん、あれでもう音楽、うん、いやこの曲いいなってハマって、はいはい、それから中学校行ってやっぱりバンドに興味今度持ってって感じですね、うん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 。ステージではこれまでいろんな経験もあると思いますけど、はい、なかなかすごい経験してるんですよね、うん、あ、そうですね、あの、うん、ギターの弦をライブ中に3回切ったっていうのがありますけれども、あれ確か20歳だから19かなの時なんですけど、うん、僕名古屋の方にいまして、はい、その時にまあライブを やったんです。まず弦が切れるじゃないですか、まあ、演奏中に切れて、はい、まあ、それはよくあるんです。本番中ですよね。だからですね、本番中、はいはいはい、で変えて、はい、でまた始めたんですね、はい、で始めて10秒ぐらいしたらまた切れて、はい、でちょっと待てって思って、であの後ろのドラムとベースの人にちょっと回しててと、はいはいはい、でこのグルーブを回してもらって、はい、でたまたま後輩がいたので、はい、でギター持ってきたんで、うん、あのちょっと弦貸してって言って、うんうんうん、弦取って、うん、で張り替えたんですね、その後ろでグルーブをそうそう回ってる中で変えて。結構な時間かかるでしょ。でも2分。え、そんな2分でできるんだ。弦変えちゃう。いやもう、うん、体感的にはそうですよね、はい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 、実際5分かもしれないで、はい、まあ張ってで、はい、まず大丈夫じゃないですか、はいはいはい、で行こうと思ったらすぐ切れましたね。それ引かないで切れちゃったみたいな。引いた瞬間に切れちゃった。さすがにストックもうないじゃないですか。はいはいはい、うん、どうしました。その弦なしでやったと思います。すげえ。だからそれできるのがね、すごいっすね。で成立したんですか、それで。ちゃんと多分成立したはずです。あのうわーすごい。成立してるいるから多分ここにいるんです、うんはい、だってそれ19でもう やってのけたってことですよね。19歳の時に、はい、すごいです。やっぱりね、現場をこなしてるからこそね、そういうこういう状況をくぐり抜けられるのかなと。
なんかこれから例えばライブも予定してるとかそういったものっていうのはもうあるんですか？そうですね、何本、2月3月もありがたいことに何本かありますね、うんはい、2月はもう終わりましたけどね。あ、2月は終わりましたね。あ、で、この本当の2月は何でしょ、この間の2月ですよね。あ、そう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 。え、今何月とか分かります？今卒業式が終わったんで。そう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 。あ、じゃあもう直近もライブあったりとかして。そうですね、うん、はい、でちょこちょこは入り始めてきてる、はい、うん。どうですか、リカルド君にはどういうふうにしてこれから活動してもらいたいなって、ジュンツ君は。そうですね、やっぱりなんていうんですかね、だからいい曲作るんで、はいはいはい、まして、まあ、テクニックもあるじゃないですか、うん、なんかやっぱりあのテレビの中で見てみたいですね。まあね、はい、その可能性だって十分にあるわけですから、はい、我々はそれを本当にね楽しみに精進します、待ちたいと思います、はい、じゃあね最後になりますけども、あのカメラに向かってぜひ、ご覧の皆さんにメッセージいただければと思います。ぜひあの一度何でしょう、なんかこうお父さんでも家族でも誰か持ってたら一度触ってもらって楽しんでもらえたらなと思います。本当今日はありがとうございました。ね、もうギターを手軽にね、そうですね、うん、手に取って、はい、ね、もう遊び感覚でね、そうそう、遊び感覚が大事だと思うんです、ね、うん、楽しんでもらえればと。はい、ということでね、じゃあ最後に1曲、はい、ね、お送りします。この曲はどんな感じの曲ですか？まあ本当グラナダという場所で、はい、作って、その感じたかこう雰囲気とかを、うん、あのそのまま自分なりに出した曲だと思います。いわゆるインストだからやっぱ歌詞がないから、うん、メロディーとかそれでねその雰囲気をね感じて、ね、やっぱすごいですよね、うんうん、じゃあぜひ最後にねそれを演奏していただきたいと思います、はい、というわけで今回のゲストは小野リカルド凛太郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
続いては純越ステージ。今回僕が紹介したいバンドはですね、現在秋田県内の別々の高校に通う高校2年生バンド、間に合わせシティポップ。最近ですね SNS や YouTube 等でプチ話題になっておりまして、僕も見てみたんですけれども、これはまたなかなか面白くてですね、ぜひ今回ですね皆さんにご覧いただきたいと思います。それではご覧ください。間に合わせシティポップでじゃあね。